こんにちは。こんにちは。茶鶴岡スイーツ部でございます。茶勝手に作りました、うん、最近ね、ほんとお菓子作りいっぱい俺なんかやってて、うん、で、この間なんか使っ…なんかパイシート、はい、なんだっけ、ポットパイの時かなんかに使ったパイシートの残りでございます。今回このパイシートを使って、はい、チョコパイをチョコパイ、チョコパイ、うん、作りたいと思います。じゃあやっていきたいと思います。頑張りましょう。はい、頑張りましょう。まずはじゃあパイシートですね。はい、パイシート、はい、取り出しまして、これの上にグラニュー糖を塗るんですが、はい、その前に塗るっていうかね、つけるんですが、なんか膨れすぎるとあんまり良くないってことなんで、なんかこうやって穴をもうちょっと増やしましょうと、ピケするらしいですね。ピケなんか穴開けることピケって書いてありましたよ。はい、じゃあこれに、はい、これグラニュー糖をこれかけて、うん、まんべんなくちょっと、わー、このまま焼いて食いたい。そう、焼いたらね、これでなんかサクサクのあれになるって、なんかラスクみたいな感じになりそうですね。そう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 。で、表面をこうやってちょっとこうやってグラニュー糖を押し付ける感じで、へー、うん、グーってね、やりまして、はい、ひっくり返します。ひっくり返す、うん、で、裏面にもグラニュー糖をね、これ押し付けておきます。いいっすね。うん、もう表面にひっつける感じですね。なるほどね。はい、して、それをなんかちょっと細長い感じに切ってもらえますか。なんかこんぐらいのスティック状のチョコパイにしたいなと思って。おしゃれやろ。ナイス。うん、編集中につまめるやつこんなもんでよかったかな。はい、なんかいい感じでお願いします。スティックと、ここを半分ぐらいでいいかもしれないですね。で、他にもなんかこういうチョコパイの作り方調べてたら、はいはい、もうこれにもう板チョコをボンって乗っけて、はい、その上からこれをもう一枚重ねて焼くっていうなんかやり方もあったんですけど、ね、ちょっと今回はね、ちょっと手を込んだやつを作ろうかなと。で、なんか折り込み折り込みで144層とかでなんかよく言うでしょ。8K あるは64で、その来てもらったのはこっちに並べていきます。はい、やった。はい、したらこれ余熱し200度で余熱したオーブンで、はい、15分焼いていきます。15分、はい、よし、はい、いってらっしゃい。いってらっしゃい。15分でございます。スタート。はい、それで、はい、その間にそのチョコパイのチョコ部分を作っていきます。はい、はい、ではまずチョコレート、板チョコをこれ溶けやすいように刻んでいきます。はい、あ、なるほど、湯煎、湯煎中か。この後生クリームを温めて、それをこのチョコレートの中に入れる。はい、若干、じゃあ切っとってはい、お願いします。お願いします。はい、と、生クリームが 50cc。 はい、で、ちょっとこれで混ぜた時に硬かったらまた生クリームをプラスします。なるほど。はい、温めていきます。はい、こんなもんでよかったかな。もう、はい、こんぐらいでいいと思います。多分大丈夫ですね。そしたらこれに、はい、お願いします。はい、来ました。はい、はい、沸騰したのでこれをこちらに、あ、そっちに入れるんですね、うん、ピーン。なるほど。だんだん溶けていく。はい、でかき混ぜながら、ほんとや、そしたら多分トロトロになって、こういうのでなんかさ、その、なんだっけ、トリュフだっけ、あのチョコはなんかこれの割合が違うだけでなんか作ってた気がする。よっしゃ。したらこれを、はい、あとはそのパイ生地が焼けまして膨らむじゃないですか。それを真っ二つにパッと切りまして、はい、パカーのところにベッてパーンです。ベッパッパーンですね。なんでこれが焼けるのをちょっと待ちましょう。はい、もう膨らんできてるよ、ほら。うなめた。さあ、残り5秒でございます。ない。はい。あ、いや。なんかね、今時空を超えた気がした。めっちゃうまそう。うまそうに焼けております。はい、はい、完成です。完成。うまそう。まあこれはこれでマジうまそうやけどさ、うん、これからこの半分にしてちょっと挟むんで、うん、オッケー。はい、ちょっと冷やしましょうかね。はい、はい、さあ、はい、冷えたんで、はい、ちょっとこれを最初は半分にしようと思ったけど、うん、意外にこうやって膨らみが足らなかったんで、う、ね、うん、これとこれをもうこうしようかなと、うん、なるほど、うん、同じ長さぐらいのやつをね、なんかちょっと合わせたいなって思います。オッケー。はい、そしたらやっていきましょう。やっていきましょう。だいたいこれとこれが同じぐらいかな、長さ、うん、なんでどんぐらいになったらいいかな。もう思い思いですよ。チョコレートがいっぱいがいいならもう
これ欲張ったらでも、それ多分欲張っとるやろ。欲張ってないですよ。欲張ったらデローンいかん。はい、はい、こんな感じですね。はい、ガチャーン。うまそう、うまそう。ない、とりあえず横にしとくかな、これ。そうね、こう置いた方がいいね、うん。最近なんかほんとお菓子作ってて楽しいんですよ。お菓子楽しい、はい、パティシエになろうかな。これ最近ね、はい、バッスリしよってね、楽しいよ。バスプロならんすか。なろうかな。もうやがて、やがてやね。俺、車運転しとって楽しかですよ。タクシードライバーの隣。なんで二種免許取らんばい、簡単ですか。ゆっくらせ。はい、はい、ちょっと冷やしましょうかね、じゃあ。はい、冷凍庫に着こうかな。早く食べたくないですか。早く食べたい。ひょっとしたら、はい、数が減っとるかもしれない。あ、出てこない、出てこない。はい、じゃあ、はい、急速冷凍します。はい、はい、数分待ちましたね、はい、冷えたかにゃ。いや、冷えといいよ、これいい感じ、いい感じ、ほら。はい、こちらが、ちょっとずれた、チーズパイ。やっぱね、チーズパイでチョコパイ。塊は線みたいな、ね、はい、そうですね、うん。じゃあ最後の仕上げに行きます。あ、まだ仕上げがあるとですね、うん、仕上げするよ、はい、お、倒しの、あ、倒さんまとね、はい、えらい旗欲張った、ね、全部欲張ってますもんね、俺。旗欲張っちゃってる。いや、徳ちゃんずんね、欲いやいやいや、全部はみ出た。もう重さに耐えきらんでもジュワーって。はい、こちらでございます。粉砂糖、あ、やべ、やりすぎた。これの意味がない。おいおいおい。でかいな。おーす、マッサーいった、マッサーいったね。普通、あの、こういうやつって茶こし使います。茶こしみたいなやつ、うん、多分これじゃないんだろうね。はい、はい、これで完成でございます。はい、チョコパイ、釣りよかのチョコパイ。はい、釣りよかのチョコパイでございます。はい、じゃあ食べていきます。いただきます。いただきます。俺は欲張りなんで、俺はじゃあ済ましていくか。じゃあ俺もちょっともらおうかな。いただきます。いただきます。うん、うまい、うまい、大成功です。うまい、うん、まあ、やっぱ冷やしたらちょっとサクサクなのね、うん、うん、冷やした方が生地が美味しい。でもあったかいのはあったかいので美味しかったの、うん、生地はあったかいのの味しとるぞ。でもうまいね、うん、なんかもっと甘いかなって思ってるんですけど、うん、なんかチョコの甘さとそのパイ生地でなんかちょっと相殺されるぐらい、うん、生クリームも入っとけんでしょうね、うん、ちょっと薄まった、うん、コーヒー牛乳とか牛乳とかね、うん、と一緒に、まあ牛乳、うん、もうあとみんな編集で疲れてるやろうけんが、そうですね、うん、みんなにもプレゼントします。はい、いい香りの塩よ。どうぞ。ありゃ、もう出来上がったやろ。アリさんのごとしやですね。甘い匂いに誘われて。ポテ来てくれんでしょ。砂糖が一番かかってるやつ取ろう。うわぁ、はい、ということで、はい、今回は、はい、余り物のパイシートでチョコパイを作ってみました。はい、簡単にできるので、みんなどうぞ作ってみてはいかがでしょうか。ざんまい。みなっていう、みなの種みたいな。みんな作ってくれよな。ダダーン、スススス。じゃあ、じゃあ、動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。